ハンドオフで渡す。張り付いてますね、藤井選手。はい、自由にはさせません。ここを通してきたぞ。このパスからのダンクだ。そうですね、はい、これですね。ここもどうしても逆サイドも、ね、準備があったので、はい、まあ、ステップで、ね、崩してきたようなところはありましたけど、いや藤井も乗っています。あー、ね、ここで河村、そしてノルクでアウトからの外から打ってこれを決めてきた。佐藤選手やっぱ確率いいですよね、はい、この走り出しが、ね、非常に速いので、これでちょっとアシストがテンポ、あの川崎チャンスですよね、ノーマークが出てきてますんで、はい、どんどん狙っていきたいところだと思います。から外に開くというプレーで、はい、アシスト、バックシュートは決めていきました。いい合わせでしたね、杉浦選手決めていきました。さらにはやはりもうすでに3アシスト、ね、はい、この、ね、アシストは、ね、あの川村選手への、うん、アレンがまた仕掛けていくぞ。しかしこのピックアウトは味方がいませんでした。ナイスラン。サイソットだ。もうサンドダンク。ですから流れを切ろうかというタイムアウト。いやーここですよね。しっかりとまた川村からカイソットへ。やはりこういうプレーがね、あとねここからも。ノールックでユトフ、はい、決めてきました。ました、あの無理せず中には入れてですね、カマが得点を上げて点差を広げるチャンス。自ら行ったぞ。そしてここでまた高いソットのサンドランク。やはりまたね、ここからベースラインギリギリのところジャンプしてパスを出していきました。近いところではなく、あの体勢からあの距離のパスをね、もうノールックで出してきますから。そうです ね、 ね、まあ、昨日のゲームは本当にあの詰められますが打ってきます。これは決まりません。これも高いでした。よく取りました、そしてオリバーへ決めていきます。まあ、でもよく取ってましょう。今これも決まらない。シュートはまでは行ったんですけども、あーブラー、いいせー、そしてガイソット、少しあのボールに近いところでの得点を狙っていきたい川崎です。マーティーが入ってきます。あー、ナイス合わせ。いやー、これもバックドアから、はい、しっかり対応してきました。河村が一旦落ち着かせる。ここから自ら飛び込む。そしてパスからコーナー3決めた。決めました。いい流れでしたね、決め切ったと思います。ここからパス、そしてフリーでした。まあ、藤井も詰めていったんですけども、相手を寄せてパス、そしてスコー、それに応えるこのスリーポイント。ユトフもスリーだー、決めました。落ち着いてる。いや、今日は、まあ、藤井一気に来たぞ。そしてパスだ、またスリーを決めた。ここでまたスリーポイント。みんなを寄せて寄せて、そこからのこの能力パス。そうですね、本当ここあの昨日ターンオーバーにはなってしまってたんですけども、うん、はいはい、やっぱさらにこうスピードをね、つけてるので、やっぱりあの川崎もなかなか体力を切ろうかというところまで来ています。ファールのところはですね、したくないですね、引かせてここでこのストライダー、縮められる怖さってあるんですよね。なのでこの流れを変えないために河村選手がですね、やっぱチャンスあるところでしっかりね、はい、こういうアシストだったりやっぱシュートをこう打ち込んでいってるので、やっぱ流れが変わることなくですね、はい、はい、うん、まあ、ここはちょっと無理はしないですかね、川崎も。カイソットが決めて、これでカイソットが20点超え。大津も全国2戦目は4ポイントをマークしています。横浜もいい、ね、はい、距離感で守った上で1対1で止められましたね。大津のショーディフェンスから中に置く高さのミスマッチ、このままボールを打ちました。2メートル10センチですので、今スペースがなくてね、3円としてもタフショット打たざるを得なかったと。あー、またいいカットですね。中を使ってくる、ゴールバーだ。よく見ていました、バーバラです。さあ、お互い1回ずつになるのか、この攻撃。ただすぐさま攻めていく、最後は杉浦決めてきました。ダジンスキー繋いで、あー、パスとうまく
マークしていました。そして中はニュートフに合わせる、アリウープ気味、うまく合わせます。2枚入ってましたね、はい、今ねゴール前ね、はい、どちらかお互い1回ずつの攻撃になるでしょうか。第2クォーター、川村から中、そっかい外を使います、うん、なかなか抑えることができません。2メートル20センチ。オストカーも激しいディフェンス続いています。オストカーも食らいつく。そしてダジンスキーもヘルプに行ったんですが、高さを使った。これはもう止めることはできません。ここまで入ってこれますよね。ここが、はい、入ってこれますよね。でこうどうしてもフォローしてしまうので、カイソット選手は見失ってしまうという形ですよね。ここをやっぱりかあの3円としては河村選手のこの後の展開にも生きてくると思います。はい、キング選手がオールがついていますが、その後フォローに行ったんですが、これも引き離して最後は対象と分かってても止められない、はい、いやこのプレーです。後ろがこれよく、しかもそんなにジャンプしてないっていう、はい、いやそうですね。さあ2回止めに行きますが、ここは河村、うん、引き寄せて3本目が来るか、かわすスリーポイント、キャリアハイハイになりました。1試合3本ボディのスリーポイント、最後はコティクラーク、これは外れます。ダジンスキー選手のポップしてるんで、はい、それを見ちゃって、今ドライブにも佐々木選手も全く今誰も行かなかったですよね。すぐさま打ち場、おお決めてきました。大変です、4ポイント。そして大浦と河村、浮かせてパスのような形になりました。すごい、最後押し込んだ、海藤とのダンク、セットプレーというかパターンですね、はい。ニュートフがこうシンプルに合わせます、うん、決めてきた、同点です、追いつきます。残り1分49秒、水曜日のゲームキックオフ、最初のオフェンスは横浜川村には伊藤隆がついて、バックスクリーンを使って回ショットです。出だしっていうのはすごく、まあ、重要になってくるのかなというふうには感じてましたけれども、うん、はい、それを見るとやっぱり横浜の方がいい形に、このミラーも途中加入、まあ、NBA での経験もありますからね。スローのスリーポイントで、河村ユトフのところは使えるか、河村ユトフに入れた、ユトフツーショットです。ここで両チーム選手交代、上田ドライブユトフブロックショット、さあそして河村スピンムーブからユトフへ、もうどんどんやっぱりスリーポイントがこう中心となった戦い方してますんで、うん、あったかいで回想もだ、何回もドリブルをついて一人で1対1するだけじゃなくて、そうです、ね、今度は藤浦2本目、ユートフ弾いておりば、そして河村スピードに乗ってユートフ、ファールか、ユートフエンドワン、いやここは河村、カイソットへ、いやすごい、3つぐらいこのパターンですね、はい、これ1つでカイソット、ここのディフェンスもやはりこう中途半端になってますよね、富山の方が、そうです、はい、さあ河村がスピードに乗って一旦止まって、カイソットだ、これはヒット、よく見てますよね、河村、おっ少しボールが暴れたが、ユトフのところが伊藤へ、ユトフシュート、ここでオフィシャルタイムアウトです。ここで全部ビーコルペイントたちやらせてるんですよね、ちょっと気になります。河村中に通して快速と、なんじゃ今のは、今日の右サイドでオリバーが待つ中、河村からまた快速とだ、快速とファールをもらいました、2人だと思いますね。ピンソロを持ちましたが、ここはオリバーがボールに触っていきました、ボールスナップ、そしてまた中に通してアリウープ、河村が抜いていく、そしてパスをさばいてデミーオリバー、また来た、ペイントタッチから河村のアシストが止まらない、この中へのパスは通らず、さあそして前を走るボールキング、うわ決め切った、狭いところ、見事オリバーから河村パスフェイク、オリバーには高平、中に通してキングタイ、またも河村とキングタイ、
この試合も乗っている河村勇輝、ディクソンジュニアとのマッチアップ、中に通った、あれが通るのか、アリエープ再び杉浦から河村、ここも中に通る、ファウルの笛、ここはミスになる、河村からキング3来ました、1対1仕掛けて1の外に、あーっと河村がボールを奪った、そしてタイソット、河村中に、今度はオリバーに通した、11アシスト、再び河村、ここは馬場がマッチアップ、スイッチした、もう一度馬場、オリバー中に入っていって、ちょっとタフなシュート決めました、今日いい味出してますね、いや今日はビッグショット2つ目ですね、あとここはハイソットに通った、ファウルがあった、トールがシュートにはいけない、オリバー対馬場です、中に河村、そしてカイソット、再び三度、ここは変わらず日本代表マッチアップです、河村対馬場、ユトフ3、この後のオフェンスリバウンド、グッショットですね、横浜はここ2回のオフェンスはカイソットにボールを預けています、ここはバックカットでオリバー決まりました、フィールドゴールを落としました、そういうことですね、来日初シュートを落としたことですね、そうですね、一方横浜が早い展開で参加が、ね、少ないですよね、横浜、河村須藤に渡した、来ました、昨日はなかなか入らなかった横浜のスリーポイント、河村スイッチした、そしてその河村からオリバーファールもらってエルバーパーキンズになんとか通ったが河村が読んでいた、この接触はファウルなし、河村空いていた須藤光也3本目、ショットはもうね、来る人来ない日はもう攻めれないので、オリバーの3、ここは来ました、そしてセレブレーションも見えました、デニーオリバー早くも2桁10得点、ここが裏に通る、そしてオリバー、ニック・パーキンズまだ来ないか、ボールダイブです、プレーオン、さあそして前には出さない、デビー・オリバー、ハットブレークポイント、ここで長崎後半1つ目のタイムアウトです、そのために横浜がもう一度ホームの大歓声を受けて、うん、2桁に戻していきます、そうですね、この辺りも決まれば流れに乗れそうな場面だったんですが、河村選手のリバウンドか、そして見事な速攻のアシスト、河村にはディクソン、松本、河村抜いていった、インパス、キング甲斐、2本目、おなじみのセレブレーションも見えました、キング甲斐、河村からあと中に通して、カイソット、エンバー、今日も河村、カイソットラインが通ります、お互いのガッツポーズが出ました、ここでね、ノールックでね、河村行き死ぬかわからない、ここならカイソットが取ってくれるコース、はい、そしてそれをタップシュートでねじ込んだ、ショットクロックは残り5秒、河村、かわしたか、中に打ったってカイソット、今日もこの2人のリーク炸裂、そのシーンですね、そうですね、ロースフローターなのかパスなのかっていうのですね、ここ。あのパス操作も止めれないですからね、さあまた見られるか、今度はファールで止めたパーキンズ、強引に行く、ただアバイトがブロックショット、走ってる、そしてユートフが走った、ダンクが来ました、長崎ここで最後のタイムアウト、もう一度見ましょう、ここねゴール下頑張ってるんですよね、ディフェンスね、ユートフ選手のブロックか、ブロックから先頭切って走るまで、河村勇輝のタッチダウンパス、はい、そして遠いところから踏み切ったのがダンクでした、
いやこれはちょっと横浜としては昨日の鬱憤も晴らすような、いや狙っている、これが川村、素晴らしいアシスト、チャンスがあるぞっていうことを教えてあげたようなパスでした、はい、いつあのスペース拾います、そして川村入ってきて待っていた須藤へ、いやこのアシスト、この決め切る力、これは須藤はありません、よく守りました、さあアウトナンバーから川村通して決め切る、杉浦が決めました、この高さが勝りましたね、はい、非常にああいう簡単なシュートに持っていこうとすると多い、あちょっと取らなかったか、アウトオブバウンズですか、その前にFAがなったかファールですかね、おそらくオリバー選手、 FE 名古屋対横浜 B コルセアーズ第4クォーター始まりました、ユトフへこの位置からの3を見せます、うん、おー決めてきた、この河村選手の1対1のディフェンスは素晴らしいですね、そうですね、そしてユトフ、はい、おお、ワンハンドで持っていった、回り込んで河村スリーポイント打ってくるのか、中を使う、預けるがケイソットに対してのファールになりました、うん、ここはなんかメインベルトのマッチアップになりました、河村が手渡し受け取ります、あーこれお盛りですね、やっぱり行けましたね、はい、ショーディフェンスを見せたんですがサイズスキップパスで逆サイド、プレスに来たことによって本来彼らがやりたいハーフコートオフェンスから入れなかったですよね、はい、得点こそ成功したんですが、はい、アルバルクはやっぱ緻密にワンショット作ってくるチームですので、はい、そこをまあアルバルク、河村です、河村と坂部この時間もついている、おっと上を使ってくる、ダンクになりました、ワンハンドハイソットです、アルバルク東京左から右です、まずはテーブスカイです、そしてメインデル、サイズ、そして右にロシター飛び込んで、おっとサイズには通りませんでした、速攻です、オリバーが一人で行きます、レイアップ、うーんとまた手拍子大きくなりました、詰めていきたい、ここはハイソット抜け出す、決めました、ブロックでカイソット守っています、河村、空いている、そして来たなんだこのアリエップ、このままモニター出てきます、アルバルクファール使いません、河村チームファールが溜まっています、アルバルク東京です、オープンを見せる、ま、そしてまたける、うわーまた横浜の形が出ました、7点差です、河村すぐ打てるか、2ポイントここは狙っていく、あっとした高さを生かしたカイソット、時間も使わずに今田村が取る、スリーポイント持っていけるか、あっとカイソットのこれ2ポイントになりました、2点をやらせます、アルバルク、田村が飛び込んでいく、スコットとグダイティス、おお決まりました、日本代表も虎視眈々と狙っています、このテーブスカイです、11ポイントの差、お互い1対1のオフェンス、中飛び込んできた、ここもまたオリバーだ、キング海が効きます、そして中ユトフがカットして飛び込んできました、これはいい形です、今日またこういった形はあまりやめませんでしたからね、また狙ってくるか、かわすぞ、なんとグレイビスが来る、前が空いた、あ中パスになった、スコットでした、ここはアシスト、まじり出しました、いやこのクラップ変わりません、横浜国際プール今シーズン最後のゲームです、ユートフが決めました、